録画。こんにちは、TBTV をご覧の皆さん、テラケンです。今日はですね、どこに来てるかと言いますと、茨城県に来てます。茨城県。茨城なんですね。で、茨城といえばですね、最近できたコンクリートのスケートパーク。そうですね、紫パーク、笠間に来てます。紫パーク、あれですよ、噂のでかいコンクリパークですよ。で、今回、本当は今日茨城に来る予定じゃなかったんですけど、クエストライダーのかやちゃんがですね、こっち来てて、で、ママから連絡あって、茨城いんだけど来ないみたいな、あ、オッケー行きまーすみたいな、そんな感じで来ました。はい。なので今日は、かやちゃんと紫パーク笠間を攻略していこうかなっていう感じです。で、今ですね、ちょっとパッと外から眺めた感じですね。なんか俺滑るとこあるかなみたいなそんな感じです。まあこれ結構もうラスボス級ですね。ラスボス級、東静岡を思い出します。東静岡を思い出すぐらいの、まあ、ラスボス級のパークなんですけど、まあなんかできそうなこと見つけて滑っていけたらなっていう感じです。それでは紫パーク笠間行ってみましょう。こんにちは。地元の方ですか？あ、違うんですね。あ、今日どこからいらしてるんですか？あ、向こうの方から。はい。なんかいいっすね、この T シャツ。未知数。なんか未知数なオーラ放ってますね。で、ちょっと僕今日このパーク滑り来てるんですけど、ちょっと一人でさすがに全部滑るのきついんで、手伝っていただいてもよろしいでしょうか？大丈夫ですか？大丈夫ですか？ありがとうございます。じゃあ、なんか回しがとてもうまく見えたんで、なんかいろいろ回していただけると。ありがとうございます。よろしくお願いします。
OK。 すごいですね。あ、今日はどうもありがとうございました。またあの会うことがあればよろしくお願いします。ではまたいつかどこかで。紫パーク笠間でした。滑走料が大人700円で、ヘルメット着用ですね。ヘル着義務があります。なので必ずヘルメットを持ってってください。まあレンタルも多分あります。で、まあパークを滑った感じですね。あの外周はまあレールあったり、まあカーブボックスあったりで遊べる感じで、で長い R があるんですけど、それ面白かったですね。長い R ってなかなかないんで、で高さもそんなかもなく不可もなくでいい感じでした。であとあの奥にちっちゃめのボールがあるんですけど、まあそれも結構楽しめる感じです。あの全然やってないあの僕でもなんか綺麗に回れたんで、うん、まあなんかもっとラインを見つければもっと楽しめるのかなっていう、そんな感じです。ストリートの真ん中のセクションはまあ練習不足っていうか、その結構戦わなきゃいけない感じですね、あれは。はい。で、真ん中のステアとかは結構もう入れないぐらい、ステアもハンドレールもかなりでかくて、で、ま、レッジも基本高めっすね。基本高め、長めな感じで、もうちょっとどっかで修行を積んでこないと、なかなか厳しいんじゃないかなっていう、まあそういう印象でした。あとあの、プール、でっかいプールの方は、まああの、達人専用なんで、まあ、そうですね。あれは本当にもう玄人しかできないみたいな、そういう感じなんで。で、まずはそのフラットで外周をぐるぐる回ってって、あのちっちゃいプールで、このラインとかそのパンピングとか覚えて、で、ちょっとストリートコースでスピードに慣れてってみたいな、まあそんな感じの流れになるんじゃないでしょうか。で、かやちゃんと約束してたはずなんですけど、なんかあの無口な、あのマーシュマイ、マスクとサングラスしたあの怪しいお姉さん、滑るっていうまあ謎のなんか現象なんですけど、はい、なかなかね、あのいいキャラ出してましたね、あの人。はい。せっかく茨城まで来たんで、もう一軒ぐらいパーク回って帰ろうかなって感じです。で、まあ帰り道に寄れそうなとこが一箇所あったんで、まあそこ寄ってもう帰ろうかなみたいな、そんな感じです。では次のパーク行ってみましょう。